デザインフェスタは東京で開催されるアジア最大級の国際的アートイベントである。略称はデザフェス。1994年から東京国際展示場にて年2回開催。開催回数は40回を超え1万名を超えるアーティストが集まる。オリジナル作品、表現であれば審査なしで誰でも出展することができる。毎年8月には 東京国際展示場にて、真夏のデザインフェスタというアートイベントを開催している。年齢、国籍、ジャンル不問。アートに関する題材で、かつ、オリジナルの作品であれば、誰でも出展することができるため、その展示内容は、音楽や絵画、雑貨、ファッション、工芸品、写真、人形、パフォーマンスなど多岐にわたっている。2011年頃から、 多きな雰囲気から、オリジナルデザインのイベントとして転向し、表向きには、一般参加者、出展者問わず反見物のモチーフ、巡回演奏、占い、健康食品などが禁止され、事務所側のルールも厳しくなった。ボリューム35より、デザインフェスタから、デザインフェスタに名称を変更。ボリューム30より、ミニライブペイントブースとキッズエリアを新設。 ボリューム35までは西3ホールに設置されていた。ボリューム35までは西3ホールに設置されていた。ありがとうございます。